今日は11月7日ということで、ちょうど1年前あの日も非常に苦しい1日になったんじゃないかなと思いますけれども、今日の試合どんな気持ちで臨んだんでしょうか。でも見てる人みんなに今日はこの1年間の集大成を見せるって言ったんですよ集大成これみたいなとまずいっすね本当に、はい、1年後のこの結果がまただこうほぼ何もできないでの4着ということですけど、気になったのは1年前はあの苦しいところから連投してトップを取りました。どうなんですか。去年もう倍ありましたね。今日はラスっても連投させないですよって言われてるんで、もううちのチームは強い人控えてるんで、もう僕は応援回ります素直に。はい、わかりました。今日は連投見られない、ちょっと残念な気持ちではありますが、はい、ラスっても連投させないって言ったんですか。いや前回みたいにああいうノリで連投するんじゃないですよっていう、その要は前回出番でもすらなかったのに譲りますよみたいな形でやったじゃないですか。ああいうのないですよと。なるほど。渋川さん去年より5万点多く持ち帰ってますから驚異的な成長ですよ持ち帰ってる持ち帰ってるのか、はい、持ち帰ってるおかえりなさーい。お疲れでした。何もしてないんですけど行っただけだな本当に。ちょっと出てトミー局とトミー局だけうろちょろして何もないよ。なんかありましたチャンスは僕にないでしょう何もないってモリーさんを攻めるしかないですか。いやここ今日このタイミングで出ましたモリーが悪いっていう、ね、しかも朝収録まで頑張ってやってきて、ね、今日の一年の集大成を見せるって、うん、張り切ってこれめっちゃ朝早くから朝8時から頑張ったのにモリーさんを攻めるしかないなんてことしてるんですか。いや嘘でしょこれはそう。でも結果からはもう監督が悪い。監督さん、確かに。差しは何もありない。何もできなかったな。またちょっとストーリー作ろうとしすぎたかもしれない。いやそう。ストーリー作るためにもう朝の収録とも全然関係ない。いや体調大事ですかやっぱり。体調大事。今足は何もない。もう体調が手配に反映されてしまった。いや体調悪い。体調バッチリ。体調バッチリ。こんな何もないの初めてかもしれない。何もできなかった。はい、何もない。あのスパチャで去年より5万点多く持って帰ってきたって言ってます。いっぱい持って帰ったな。まあ、その比べる基準が去年の今日だったらどうやってもプラスだね。